感染が確認されたのは10歳未満から100歳以上の327人で、直近7日間の1日あたりの平均は356人となりました。とは感染を抑制するため、7日間平均を前の週の7割以下に減らすことを目安としていますが、今日の時点で1週間前の92%と7割を超えました。 重症化リスクが高い65歳以上の高齢者は合わせて69人でした。続いて全国の状況です。厚生労働省によりますと、新型コロナウイルスに感染し、重症となっている人は、きょう午前0時時点で全国で526人でした。前の日から21人減り、19日連続で減少しています。一方、 累計の死亡者数は7331人で前の日から59人増えています。